春休み、ドリームパークという遊園地のリニューアルオープンに合わせて、私たちはマーチングで有名な立花高校との合同演奏会を行うことになっていた。本番は日程表に書いてある通りです。それまでに何度か立花高校との合同練習を予定しています。強豪校と同じ舞台に立てるというのは非常に有意義な経験です。多くのことを吸収するつもりで頑張りましょう。はい。合同演奏会。しかも今回は引退した3年生も参加するんでしょ？と言っても希望者だけだから。アスカ先輩は来ないの？聞いたわけじゃないけど、多分来ないんじゃないかな。あれ？どうしたんです？夏希先輩ぐったりして。ああ、お前ちゃん、リコ先輩と後藤先輩も。あ、低音パートで何か問題が。いや、問題というわけじゃないんだが。今ご説明します。実は緑、アスカ先輩から託されたんです。伝統の低音パートの志を継いでくれって。低音パートの志？アスカ先輩は言いました。私が抜けたらきっとこの低音のメンバーは与えられた楽譜にしか興味がなくなると思う。でもそれでは寂しすぎる。曲の背景や歴史を知ることもとても大切だと。はあ。そこで緑がアスカ先輩の志を継いで、次の演奏会で吹く曲がどんな曲であるかを皆さんに教えようと思うのです。という話をお前ちゃんたちが来る前にしてたの。それで曲の説明を10分ほど。それアスカ先輩まんまじゃないですか。では久美子ちゃんたちも来たので、もう一度最初から始めますね。今度の演奏会でやるメリーゴーランド、ノアの箱舟、シングシングシングですが。ストップ！その手に持ってるのはこれから話そうとしている資料？はい。何枚あるの？2、4、5、6、10枚ですかね。10。また今度にして練習始めよっか。賛成。異議なし。右に同じ。ええー、まあまあ、いつかチャンスはあるから。でも合同練習ってどんな感じなんだろう。吹奏楽って学校によってルール違ったりするから、そこはちょっと戸惑ったりするけど、でも他校のうまいことやると刺激になるし、友達とかも増えたりするよ。立花にも私みたいな初心者いるかな。緑は先輩に会えるのがとっても楽しみです。立花に知り合いいるの？知り合いというより緑が一方的に知ってるだけですけどね。ホルンがものすごく上手な先輩で、立花で部長をやられているんです。お、部長すごそうだね。 あと、あずさちゃんに会えるのも嬉しいです。ガードは先に立花と練習してるんですけど、本当にみんなすごい人ばかりで毎回ワクワクします。私も緑見習って練習しないと。久美子ちゃんも頑張ってください。ノアの箱舟はトランペットとユーフォの掛け合いで始まる曲なので。だよね。まあトランペットはきっとレーナだけど、ユーフォはリッカにもきっとうまい子はいるだろうし。大前ちゃんと高坂さんでできたらいいんだけどね。はい、そのつもりで頑張ります。こうしてその週末、リッカ高校で合同練習の1回目が開かれることになった。おお、ここが立花高校。大きな体育館だね。北宇治より綺麗なような。久美子。え、あずさちゃん。よかった、あずさちゃんが来てくれて。え、なんで？ほら、知らない学校って緊張するから。わかる。私も北宇治行った時ちょっと緊張したから。私たち先に荷物置いてきちゃうね。うん、すぐ行く。それにしても久美子とここにいるなんてなんか変な感じ。それは私もだよ。あそこで話しているのは部長？うん、去年の部長。成城出身だから緑ちゃんと同じ学校だね。
3年生は受験終わったから参加できる人だけ練習に来てるの。久美子のところもそうでしょ？うん、うちも希望者だけ。あそこで話しているのがうちの元部長の小笠原先輩。ブランクあるから大変って言ってる。ふーん。そういえばさ、ノアの箱舟って UFO とトランペットのソリやったよね。目指すの？まあ、あずさちゃんはトロンボーンのソロを目指す？そりゃあね、せっかくの機会だし。今回はソロとかのメインのところは 1,2 年生に優先的にやってもらうことになっているらしいし。そうなんだ。だからあんまり先輩同行は気にしなくていいみたい。あー、集合だ、行こ。うん、じゃあこれから本番まで一つよろしくお願いします。こちらこそ。こうして全体練習の後、立花高校の各教室でパート練習が続いた。北宇治のユーフォニアムが私と夏希先輩の2人に対して、立花高校のユーフォニアムは5人。しかも優秀な子ばかりで緊張したけど。大前さん、1年生なのにうまいね。さすが北宇治。やっぱ座奏のうまいところって音綺麗だもんね。ありがとうございます。半分はお世辞だとは思うが、そう言われて悪い気がするはずはなく、緊張も少しずつ和らいでいった。そういえば大前さんって北中出身だよね。ってことはトロンボーンのあずさと同じ中学？はい、あずさとは友達で。あずさって昔からあんなにうまかったの？うまい方でしたね。練習熱心だったので。練習熱心って聞いて納得って感じ。あの子の成長速度ってちょっと異常なくらいだから。そうなんですか。あ、そんなこと言ってる間にもう時間だ。体育館戻ろうか。はい。はあ、疲れた。練習そんなにきつかった？練習はそんなでもなかったけど、やっぱり知らない人とたくさん会うと気疲れしちゃって。立花の人、キャラ濃い人多いですからね。まあ、緑も大概だけどね。本名聞いてみんなびっくりしてたもん。あ、言っちゃダメですよ。しょうがないでしょ、なんて読むのって聞かれたんだから。もう、緑は緑なんですから。でも、立花にも印象的な名前の子いたよね。ほら、あの双子のミオンだっけ？うん、ミオンちゃんとカノンちゃん。あと私が紹介されたのはトロンボーンのナセさんだっけ。おお、カラーガード担当の。そうそう、あずさちゃん張り切っていろんな人紹介してくれるんだけど、覚えるので精一杯で。まあ少ししたら慣れるでしょ。だといいけど。レーナも今日はトランペット教室って言ってたし、まっすぐ帰ろう。ん？楽器持って歩いてる人が。もしかして週一？あ、久美子か。あれ、今日は高坂いないのか？珍しいね、楽器持って帰ってくるなんて。まあ、いろいろあってさ。いろいろって？いや、そんな大した話じゃないんだけどさ。なに？まあ、隠しておくことでもないか。いやさ、今日の練習で佐々木あずさがめちゃくちゃ上手くてさ。それが？それがって。あずさちゃんが上手いのは今に始まったことじゃないでしょ。中学の時のこと覚えてないの？そりゃ覚えてるけどさ、違うんだって。佐々木さ、あいつやべえよ。合奏の時の席順見たか？見てないけど。あいつトップだぜ、1年生なのに。しかも立花の先輩も誰も文句言ってない。当たり前みたいになってる。完全に音で納得させてる。特別なんだよ。特別？ああ、うちで言うと高坂みたいなもんだよ。先輩も納得するしかない音。いや、下手したら高坂に匹敵する。そんなわけない。え、レーナの方がすごいもん。え、あ、そんなに怒るなよ。怒ってなんかない。怒ってるだろ。怒ってない。悪かったって。別に周一は悪いことなんてしてないでしょ。いや、そうだけどさ。
本当に怒ってないから。うん。その後、周一とは言葉を交わすこともないまま二人で帰った。けど無言が苦痛でなかったのは、そっと握った周一の手が温かかったからかもしれない。鎧塚先輩、どうしたんですか？用事。何です？これあげる。あの時はありがとう。ああ、定期演奏会録画したやつですね。こちらこそありがとうございました。私一人じゃ無理だった。そんなことないですよ。鎧塚先輩、なんだかんだ言っていろんなことやってくれたじゃないですか。そう？そうですよ。もうすぐ卒業式。はい、そうですね。寂しい？そりゃ寂しいですよ。3年生いなくなっちゃうんですから。私も飛鳥先輩本当にすごい人だったから。ですよね。本当に今年やっていけるのか不安です。今でも？ですね。みそれー。のぞみだ。うん、今行く。じゃあね。はい。卒業式か。どうしたの？ルーノ、珍しいね、低音パートの教室に来るなんて。うん、ちょっと気分変えていつもと違うところで練習してたから。ふーん。今日練習の後時間ある？一緒に練習したいんだけど。いいけど。あー、重かった。ノアの箱舟、最初のソリやるから。え？ほら早く。お、うん、いいよ。すごくいい。そうかな。うん、私久美子と一緒にソリやりたい。そりゃ私もやりたいけど。あれ、久美子と高坂さん。え、あずさちゃん、久しぶりだね。練習時間足りてないから宇治川で練習しようと思ったんだけど、まさか二人がいるとは思わなかった。じゃあ、あずさちゃんも？うん、今の二人のノアの箱舟のソリでしょ？二人で狙ってるの？当然。じゃあ私も一緒に吹いていい？こうやって一緒に吹くの中学以来だし。そうかも。よっと。よし、いいよ。じゃあ何やる？ソロ吹いて。第三楽章のトロンボーンのソロ。いきなりだね。いいけど、それじゃあ三人で一緒にやる意味ないんじゃ。一度聞きたいの。まあいいや。じゃあ。Thank you.
きなり入ってくるからびっくりしたよ。何？もしかして聞いてて我慢できなくなっちゃった？佐々木さん、ん？うまくなったね。そんな真顔で言われると照れるよ。お世辞？お世辞じゃない。本当に一年でびっくりするくらいうまくなってる。久美子もそう思うでしょ？え？あ、うん、そうかな。まあもしそうだとしたら多分先輩のおかげだろうね。なんせこの一年いろいろありましたから。いろいろって？いろいろはいろいろ。あ、さあもう一回行こう。今度は久美子も入って。え？何？どうかした？うん、やっぱり私はいいや。今日は帰る。え？ちょっと用事を思い出しちゃって。じゃあね。久美子。そっか、わかった。じゃあまた練習の時に。うん。すごかったな、あずさちゃん。あんな二人と一緒に吹けないよ。秀一がレイナに匹敵するかもって言ってたけど、確かに特別か。こんなところで何やってんだよ。わっ、秀一！楽器持ってるってことは練習してたのか？まあね。秀一も？俺は、まあ、してたよ、ソロの練習。へえ。なんだその反応。まあ、言いたいことはわかるよ。俺も別に自分が本当にソロになれるとは思ってないから。じゃあ、なんで練習してたの？吹きたいから。久美子だってそうじゃないのか？そうだね。うん、そうだよな。秀一はさ、私にできると思う？思う。お前ならできる。秀一。久美子。ああ、もう秀一のくせに話せ。人の頭に手を置くな。なんだよいきなり。なんでもない。じゃあね。おい待てって。来ないで。おい、ちょっと、なんだよ。そんなどこか落ち着かない日が続いた。数日後のことだった。ソリのところ？夏木先輩。あ、はい、そうです。頑張ってるね。このくらい普通ですけどね。じゃあ、頑張ってる後輩に優しい先輩がとっておきのアドバイスしてあげる。アドバイス？うん。実は最近ね、夜の学校に出るらしくて。お？出る？何がです？人玉。はい？日が沈んで暗くなった頃、裏庭で謎の青い光がくるくるって不思議な動きをしながら飛んでいくらしくて。なんか話が全然あさっての方に行ってません？気になるでしょ？いや、気にはなりますが、それがどういうアドバイスになるのか今一つ。じゃあ調査は頼んだ。なんでそうなるんですか？ああ、夏木先輩、それ私も参加していいですか？面白そう。じゃあ加藤もお前ちゃんについてってあげて。あいあいさ。でも本当にいいですか？確か秘密って言ってたような。秘密？いやいや、なんでもない。どうせ合同練習が本格的に始まったらバレるんだから問題ないって。それに今大前ちゃんに行かせた方がいい。でも見つかったら見つかったで大変そうな気もしますけど。わかりました。じゃあ緑も二人についていきます。何二人でこそこそ話してたの？なんでもない。じゃあ練習終わった後、三人でよろしくね。
夜の学校ってやっぱり不気味だよね。夏希先輩、私たちに何をさせたいんだろう。そりゃ人玉探しなんじゃないの。まさか本気でそんなこと。わあ見て、え、なになに、あそこ中庭のところ、ほら光ってる。うそ、本当だ。行ってみよう。え、でもまずはこっちの奥から探してみませんか。なんで。あ、いや、なんでと言われると。行こうよ、ああいうのって気づくとすぐ消えちゃうって言うし。ほら、クミコも。何、もしかして怖いの。そういうわけじゃないけど。開けるよ。あれ、確かにここら辺だったんだけどな。いないね。車のヘッドライトか何かだったんじゃない。よかった。よかった、どういう意味。お困りですか。誰。嘘、何、今耳元で、そこに誰かいる。誰。お、女の人、まさか本当に幽霊。あ、アスカ先輩。気づくの遅すぎだよ、お前ちゃん。どうして。でも大前ちゃん、お化け苦手って情報は本当だったんだね。ナイスリアクションで大満足。どうしてアスカ先輩がここに。練習だよ、立夏との合同演奏会の。はい。あ、アスカ先輩、バラしちゃっていいんですか。いいのいいの、どうせここで会っちゃったら隠すのも無理だし。え、じゃあミドリ知ってたの。ごめんなさい、アスカ先輩に秘密にしてって言われていたので。なんでそんなこと。サプライズサプライズ。そんなサプライズいらないですよ。あ、でもアスカ先輩がイベントに出るってことは、これから本番まで一緒に練習できるってこと。残念だけど今回私は UFO じゃないの。これバトン。綺麗でしょ。ほら、ここ押すと先の星のところが光るんだよ。あ、もしかして人玉ってこれの光だったのか。まあ確かにそう見えるかもね。こうやって回転させて空に投げたりする。ドーン。あ、綺麗。さすがドラムメジャーだっただけはありますね。そういうわけだから、本番の UFO は夏希と二人で頑張りたまえよ。それなら大丈夫です、久美子ちゃん。今一生懸命ソリの練習してますから。ふー、ソリか。なるほどね、それで夏希がここに誘導したわけか。わかった、じゃあ明日から空いてる時間に特別レッスンしてあげる。本当ですか。もう残るのは卒業式だけだからね、あんまりすることもないし。ああ、アスカ先輩、低音パートに復帰ですね。みどり嬉しいです。明日一度低音パートの練習教室行くね。じゃ、もう少し練習していくから。あ、アスカ先輩。ん？何？私も嬉しいです、もう一度先輩と同じ舞台に立てるなんて。ずいぶん恥ずかしいこと言うようになったんだね。お世辞が上手くなった。本心ですよ。またまた。相変わらずですね、そういうの聞くとアスカ先輩と話してるって気分になります。こうしてアスカ先輩は翌日から休み時間や放課後に練習している私のところに来て、いろいろ指導してくれた。はい、わかった。どうですか？大前ちゃんの欠点はあれね、ズバリメンタル。ね、ですよね、自覚はあります。失敗できないとか、うまくやらなきゃとか、そう思った瞬間に音が固くなってる。無意識のうちに唇が閉まってるんだろうね。まずそこを意識して直して。はい。あと緊張すると薬指がもつれる。3番ピストンしっかり押し切れてなくて指が滑るから駆け足になるんだと思う。確かにそうかも。逆に言うと、落ち着いてる時は老けてるということだから、技術は問題ない。UFO はバリバリ鳴らす楽器ではないから、
落ち着いて綺麗な音を出すことに意識を集中させて。綺麗な音か。そうそう、曲は違っちゃってるけどね。先輩、卒業しちゃうんですよね。何急に。いえ大前ちゃんがそう言うなら留年するか。何したら今から卒業取り消しになるんだろう。無理ですよ、アスカ先輩の優等生ぶりじゃ何があっても卒業取り消しにはなりません。それもそうか。アスカ先輩。何？いえ、やっぱりいいです。何言ってもはぐらかされちゃいそうだから何も言いません。あら寂しい。私はいつでも大前ちゃんの言葉は正面から受け止めてきたのに。また本当かもよ。え？あ、いた。アスカ、お昼どうする？今行く。じゃあ可愛い彼女がせっつきに来ちゃったからまたね。はい。あ、練習だったら別に大丈夫だよ、聞きに来ただけだから。いえ、今終わったところなので。ありがとうございました。こうして何度か練習を積み重ね、滝先生による合同練習が続く中、それはある日唐突に訪れた。そこまで。ではもう一度ノアの箱舟冒頭から。それと今の反り部分、トランペットは高坂さん、ユーフォニアムは大前さんでお願いします。え、いいですか？はい。大前さんは？は、はい。パートリーダー集まって。クミコ、あずさちゃん、どうしたの？ソリになったんだよ。嬉しくないの？北中メンバー大活躍でしょ。ああ、あずさちゃんもソロってすごいよね。まだ1年生なのに。そうだよ。しかもあんなキレキレのマーチングのステップ踏んでるし。あずきちゃんもステップはすごいと思うよ。運動神経いいんだね。あずさ、部長が衣装の件で呼んでる。今行く。じゃあね。うん。さて、じゃあ私も。クミコ、例のどうしたの？ソリ決まったね。うん、一緒に吹けて嬉しい。うん、私も。そして合同練習も終わり、私たち北宇治は立花高校との合同演奏会の本番当日を迎えることになった。わー、先輩の衣装かわいい。マジエンジェル。そうかな。他の人と同じだけど。少し静かにしてもらっていいですか？部長がそれだとみんな心配するんで。平気です。こう見えてしっかり者って評判なんだから。どこかの副部長とは違って。それ、どこの学校の話？かわいそうに、ひねくれた性格のせいで現実まで見えなくなっているとは。それ自虐？違います。何？またやってんの？ちょっと、他校の人がいるのにあんまり騒いじゃダメだよ。アスカ先輩と小笠原先輩。アスカ、その衣装かっこいいね。そう？ありがとう。相変わらずだな、優子先輩と夏希先輩。でもみんな衣装すごいかわいいよね。しかもこの衣装には秘密がありまして、このマジックテープを剥がすとこうして別の衣装にもなるのです。おお、創意工夫。クミコ！あ、
う、あずさちゃん。この後休憩時間だからさ、一緒にイルミネーション見て回らない？結構綺麗だって。そうなんだ。あ、でも私はいいや。ちょっと本番前に確認したいこともあるし、ごめんね。分かった。じゃあ後で。いいの？断って。うわ、びっくりした。そんな驚くこと？どうしたの？いや、可愛かったから見とれてた。何それ、照れる。行こう。どこに？誰もいないところ。なにここ、本当に誰もいない。この広場はイルミネーションの関係で今の時間はあんまり人がいないの。詳しいんだね。前家族で来たから。見てて。綺麗。この噴水と時計、6時になるとこんな風に光るの。久美子に見せたいなと思って。すごいね。どうせ塚本とまた来るんだろうけど、でもそれでも久美子と見たかった。久美子の初めては私のだから。なんそれ、エロいね。バカ。レイナ、ん？いい演奏にしようね。当たり前でしょ、私と久美子のソリなんだから。そして次の曲が始まるのです。